スポーツ人サッカーアカデミー湘南七夕フィールドネクスト FC。 スポーツ人チャンネルはご覧のスポンサーの提供でお送りしております。本日はネクスト FC の三浦コーチにお越しいただいてますので、よろしくお願いします。お願いします。で、三浦コーチ、元プロでやってたっていうのをちょっと耳にしたんですけど、その辺簡単に自己紹介してもらってもいい？横浜 FC でプレーしていまして、はい、その後、ドイツの方で5年プレーしていました、はい、すごいですね。じゃあカズさんと一緒に。そうですね、横浜 FC の時はカズさんもそうですし、他の先輩方にもたくさん教えられて、はいはい、はい、すごいですね。それでその後ドイツで、じゃあもうあれですか、5年とかだとドイツ語も。そうですね、ドイツ語の検定も取らせていただいて、はい、ドイツ語学校も3年間通った後にって形だったんですけど、はい、あとはこう指導の方はこうどちらかでこう経験されたりっていうのはあるんですか？はい、SCH のジュニアユースを見させていただいて、はい、指導歴全部で10年程度やってました。なるほど、なるほど。じゃあもう子供のこう小学生、中学生の扱いはバッチリっていう感じで。はい、バッチリです。ちなみになんか SCH でやってた時にこうなんか実績じゃないですけど、こうここまで行ったとかあったりしますか？はい、関東リーグの方で指揮を取らせてもらって、はいはい、やりました。あ、なるほど。じゃあかなり高いレベルの選手までもう経験があるっていうことで。そうですね、ありがたいことに、はい、高いレベルのところも見させていただいたっていう感じです。はい、はい、ネクスト FC も目指す関東リーグっていうイメージですか？そうですね、やっぱり高いレベルには行きたいなと常に思ってますので、はい、そこは本当個人としてもチームとしても成長していければいいなと思っています。はい、で、ネクスト FC さんが2022年の4月から新しく平塚の方で立ち上げられるということで、ちょっとその辺のチームの細かいところをいろいろお聞きできればなと思うんですけれども、はい、最初にまずこうクラブを立ち上げたきっかけみたいなっていうのを教えていただけますか？はい、僕自身茅ヶ崎で育って、はい、この湘南エリアに恩返しをしたいと思って、はい、サッカーを通して恩返しですね、はい、したいと思って、来年度から、はい、ジュニアユースをスタートします。なるほど。それでこの地で頑張るっていうことですね。はい、クラブのこうネクスト FC さんのこうクラブのコンセプトみたいなっていうのはどういったものになるんですか？そうですね、この、成長を最大限に広げるということで、はい、これから入る子たちは、まあ、ネクスト FC さんがどんなサッカーするのかなって興味があると思うんですけど、こうこんなサッカーを目指してるみたいなイメージであったりしますか？はい、ネクスト FC としては、まあ、ボールを大事にしながら、はい、サッカーをゴールに結びつくようなプレーをしていければなと思っています。はい、神奈川の中でもこう100何クラブっていうのがある中で、まあ、ネクスト FC さんここは他のクラブと違うんだよっていうポイントを3つほどあれば教えていただきたいなと思うんですけど。はい、先ほど話した個の可能性を最大限に広げるということで、はい、まず一つ目として、はい、動画分析ツールを入れまして、はい、その動画分析ツールの中に AI が搭載されておりまして、はいはい、それを使って、はい、ご自宅でも、はい、自分の、分析ができたりチームの分析ができたり、はい、っていうことを、まあ、見れるようになってます。はい、どんなあれですか、カメラをこう使われるんですか？普通の。いや、全然普通じゃなくて、はい、いいですか？あ、大丈夫です。このようなカメラなんですけど、はい、こんな感じです。ちょうどスポーツみたいなのを使わせていただきます。で、これだと、こう置いといて180度、はい、全部撮れるんで、で、上から撮っても、こう、結構見やすく、試合の分析もしやすいので非常にいいかと思います。いいですよね。非常にいいんで、はい、ぜひぜひちょっとこれは楽しみですね。ミーティングをするということを大切にしていまして、はい、それで
個人のコミュニケーションの能力とかも上げてもらいたいなとか、はい、そういうところの成長も、はい、関われればいいなと思ってます。はい、それなんか具体的にどんなこう個人のせいこうコミュニケーションを伸ばすっていうのはどういったミーティングをされるか。そうですね、個人で目標を決めて、はい、それをみんなの前で発表する、はい、それ発表して僕はここの技術が得意だからもっと伸ばすか何ヶ月後こうなってる、はい、じゃあそれでみんなに話したい、はい、表現して、はい、みんなに聞いてもらって、はい、じゃあ果たして何ヶ月後かにしっかり計画したプランで進んでるかどうかっていうのをみんなで判断してやっていくミーティングになってます。なるほどなるほど、まあ、大事ですよね。まあ、こうコーチが一方的に喋るっていうよりはこうみんな一人一人が喋る時間を作ったり自分の時間をこう考えて行動する時間を作ったりっていうのを通じてこう一人一人を成長させようみたいな。そうです。いいっすね。年に2回の進路サポートが入ってまして、はい、先ほど言ったあの計画的に進めるために、はい、年に2回進路サポートがあって、はい、例えばサッカーっていうのはサッカーだけじゃやっぱり次のステップの高校に、はい、行けないんです、はい、やっぱり成績もあって、はい、じゃあここの高校行きたいって目標を持った時に、はい、年に2回進路サポートがあるので、はい、話してじゃあ君はここができててここができてないからここの高校に行ける、はい、行けない可能性があるない、はい、だったらもっとこうしていこうっていうアドバイスをしていくような形になってます。なるほど。まあ練習場所はどの辺で活動をされるのか。はい、平塚にある湘南七夕フィールドというところで、はい、練習はします。はい、じゃあ週に何回ぐらいこう活動を、はい、4回程度予定していまして、はい、先ほどお話しした動画なども使っていくので、はい、個人で家でトレーニングする自分で主体的に動くっていうのを大切にしていきたいと思ってます。なるほど。こうジュニエースの方と週、まあ、5回とか活動するクラブも多いんですけど、なんか4回にした理由とかってあったりするんですか？そうですね、やっぱり勉強とサッカーの両立ができてないとか、はい、睡眠の確保ができてないっていう声が多くて、はい、そこの中でまず週4回ぐらいですね、はい、ぐらいにさせていただいてて、その例えば移動時間が長いから睡眠が取れない、はい、それだったらその移動時間移動しなくても自分でトレーニングができる、はい、それでそのために動画を活用するっていうような流れにもなってます。学生とかっていうのはこう年に何回ぐらいとかって考えたりされてるんですか？基本的に年に3回程度予定していまして、はい、もちろん今の時期が時期なんですけれど、はい、このコロナ禍が過ぎた時には海外遠征なども行っていきたいなと考えています。オフィシャルも含めて年間に、まあ、大体これくらいかなっていうか費用的なところもどれぐらいなんですか？今現時点で現時点でちょっとまだ確実にこれっていうのが決まってないので、はいはい、またそれが決まったら胸を張ってお伝えしたいなって思いますので、はい、そちらはネクスト FC さんのホームページを確認いただければという感じですね。はいはい、まあ、一学年取るどれくらいの人数募集するのかなって皆さんご興味があると思うんで、大体どれくらいの人数を考えられてますか？はい、そうです。一学年大体まあ、24名程度という形で考えます、はいはい、コーチはこう何名ぐらいいるとかっていうのは現時点で僕が担当して、はい、それで、映像分析をしてくれるコーチの方がいて、はい、その方と一緒に映像分析とかをして、はい、現場は基本的に僕が立つっていう形でなってます。今学年がまた増えてったらこうスタッフがそうです増えていくっていうような感じですか？はい。これから練習会とかっていうのはあったりするんですか？8月から練習会が、はい、はい、スタートして、練習会の申し込みっていうのはいつぐらいから？はい、練習会の申し込みはもうすでに開始されていますので、
まあ、定員も決まっていますので、はい、まあ、ホームページを見ていただいて下の方ですね、はい、見ていただくと日程とかを選んでいただいて、はい、まあ、そのまま送信を押すと自動返信になる。ああ、なるほど。はい、返事が返ってきますので、はい、じゃあちょっとお早めに、そうです、ね、興味ある方はお早めに申し込んだ方が、はいはい、いい感じですね。まあ、新規だけどセレクションは実施していく。はい、実施します。僕たちはセレクションを今年度開始、はい、今年度開催しまして、はい、レベルをやっぱり合わせるっていうのは、はい、その来てもらう人たちにとっても同じレベルの子たちと同じような目標を持って取り組むっていうのは、はい、チームとしても成長できる、子としても成長できるので、はい、高校へのステップにつなげやすいし、あとセレクションは8月に練習会って、セレクションは9月に、9月中旬頃ですね、はい、はい、お予定していまして、はい、こちらももう受付開始となっています、はい、セレクションとかっていうのは、まあ、どんな内容をやるみたいな、まあ、基本セレクションは、試合、はい、フットサルコート4名を使って試合をするという形になります。じゃあ大きい、そうです、ゲームでこうその中で見ていくっていうやつですね、はい、こういうポイントをこう見てるんだよみたいな、まあ、言える範囲でそうですね、本当僕たちはこの可能性を広げるというのを大切にしていきたいので、はい、こうならなきゃいけないっていうんじゃなくて、はい、思い切った自分の特徴を出した姿を見せてくれればいいなと思ってます、はい、こう、まあ、セレクションやるにあたって、まあ、ネクスト FC にこんな選手来てくれたら嬉しいなみたいな、こう選手像みたいなのあったりしますか？本当思うんですけど、もうサッカーに真剣で、はい、意欲的で、はい、目標もてる熱意ある子が来てほしいですね。ああ、最初は4部かもしれないんですけど、はい、やっぱり1年ごとにこう上がっていきたいなっていうふうに考えているので、そういう前向きな子が来て、もちろん前向きな子だけが全てじゃないんですけど、はい、そこから前向きに変わってくれればいいし、はい、ただよりサッカーにこう真剣に向き合えるような子が来てくれれば嬉しいなと思ってます。どちらかといえばこうネクスト FC さんとこう、まあ、普及で楽しくサッカーをやろうっていうよりはこう、まあ、今現状の力はこうちょっともしかしたら足りなくても、気持ち的にはもう上をこう目指してやっていくぞっていうような、少しこう強化の目線でこうチーム作りをやっていこうっていう感じですかね。そうです、それで間違いないです。なるほど、はい、じゃあ本当に上をこう目指して頑張ってレベルアップして高校でもやっていくぞっていう選手がこう集まってくれるといいかなっていうイメージですかね。はい、そうです。例えばじゃあ中1入って中2中3でこう高校年齢に行くときに、その進路のところはなんかこういうサポートをしていこうとか、まあこういう高校に送り出せたらいいなとか、なんかそういう進路先っていうのは結構お客さんこう皆さん気にはしているところだと思うんで、はい、ちょっと教えていただければ。そうですね、中1からその学力サポートとか進路サポートがありますので、はい、そちらに相談していただく、そちらを担当する、人もいますので、はい、そこに相談しながらまず目標を決めることが大切で、はい、どこの高校に行ってほしいっていうのは特になく、はい、その子が望んでいるところに行けるようにその3年間でなってくれればいいなと思ってます。なるほど。これもサッカーを通じても、まあ、学業の人間にも、はい、こうそこに向かって育てていくっていう。そうです。最後にまあ多分4部スタートで新規の立ち上げになるんで、まあ多分今見てる6年生の1期生っていう形になると思うんで、はい、まあ多分いろいろ分かんないことがある中でどうしようかなって悩んでる子多いと思うんで、はい、なんかこう一言こうネクスト FC の一期生になる子たちに向けてメッセージあれば。そうですね、ネクスト FC、来年度からスタートして同じ、一期生を迎え入れることになるんですけれど、まあ本当に、
4部からのスタートで、ここからどん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 個人でも成長して、チームでも成長して、それを高校生につながるような3年間になってくれればと思ってますので、そういう子たちが来て、一緒に素晴らしい毎年を過ごせればと思ってます。またネクスト FC のチーム情報とかホームページのリンクは概要欄の方に貼っとくので、練習会だとかセレクションはそちらの方からお申し込みいただければと思うので、またぜひよろしくお願いします。本日はネクスト FC の三浦さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。スポーツビトチャンネルではジュニアユースの進路を中心に少年サッカーの情報を配信していきます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。